行き過ぎやっちゅうねん。すいません、そんなことでやっていきたいと思います。まずカツオなんですけどね、ここら辺なんかおかしいですね。あの鱗は硬くて食べられませんので、鱗粉と言いましてね、で火に当たりますので、当たったら必ずですね、これで向こう行きませんので、ぐっと包丁持ち上げてもらって45度ぐらいで切っていくんですね。ここで背骨で止まりますね。止まりますとですね、カツオってあの縦縞なんですね。縦縞1本、2本、3本線がカツオはね。で、この1本、2個目の線が、まあ、見にくいんですけど、だいたいこんな形ですね、ぐらいで、ここに穴が開いてますでしょ。これはあの、かの有名なミトロコンモンちゃん、機械を印籠が出てきます、ね、出てくるのね、出てこいやね、ひっくり返して同じようにひげ剃りちゃうやからなあ、ごぞ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 してるよ。同じようにやります。1個目、2個目を線穴開いてます。なんでこんなことするかちょっと、あの魚屋さんなんかこう水、水道ザーって流しながらバーって解体していくんで、ね、全然大丈夫なんで、こんな場所っていうのはだからそっち見たらなんか喋りづらいお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 いいうことでね、あのこんな場所はそういうことできません、ね、一番の出血が少なくて綺麗なさばき方、はい、頭と一緒にゾーン全部取ります。ちょっと手洗いますで、やると割とあの、お台所あまり汚れずに済みますね。で、あのこの辺はですね、非常にあの修学旅行が多くて、あの小学校、中学校の生徒が多いですね。なので一番あの怪我の少ないやり方で、こういった大会の仕方になります。これ背びれですね。これも硬くて食べられませんね。普段は塩に方向転換するときに、あの水の抵抗をシャッとギュギュッと曲がる見たようなことですけど、多分想像です。これ硬くて食べられませんので取ります。おつむきかく、あ、違うってよ、お兄さん、お兄さん、いらんことばっかりしてるのに、前進まない。あなたの前コロッケかっちゅうシーズ、おい、すばいやろお前こんな感じで、おお出ましたね、今日3回目のおー出ましたね。腹びれですね、同じように右側、左側ね、で、中央、真ん中と中央に引っ張るだけです。ピンポイント、ピンポイント、中央線、あとちょっと鱗ですね、はい、これ気分いい、そこちゃう、そこマイクちゃうそんなことインカム買うてくれや一人で全部できる、インカムがないとおい、よし、こんな感じです。こうなりましたよね。あとはあのここに背骨がね、尻尾からドラ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 っていっちゃうわけですよね。で、まあ普通だったらこう寝転がしてね、こう切れば済むことなんですけども、なかなかね、修学旅行そうはいかないんですよ。で、一番あの編み出した方法は、背骨の骨にギリギリいっぱいにさっと差し込んで、包丁、刃を上にしてまっすぐ突くだけ。これ簡単にできる。身が当然右側に来てて、骨が左側ですよね。同じようにギリギリに差し込んでまっすぐ突くだけ。もう切れ中ですよね。切れ中でしょ。ほらほら、身骨身の3分割でき中でしょ。ね、お姉さんどこですか。岡山。きびだんごが美味しい。えらい遠くから。今日は何ですか。キャンプで。キャンプで。私に会いに来た言ったら一番最初に後ろが分かります。そうですか。岡山ね。もっと遠くから来ちゅうておりますか。ほら。岡山から遠いと、もっと遠いとか、あ、お姉さんどっから。大阪、ちょっと遠い、お姉ちゃん買ってるね。大阪より遠いところ、から来ちゅうておりませんか。ほら、残念、じゃあ、あの、前に来ちょっと、一番最初に食べ出してるから。せっかく遠いところ、試食させてあげるから。あともうね。この感じ、東京る。東京る。どこる。発泡するのも。お兄ちゃん東京かい。なんとなく。
東京でひとつ石原裕次郎になってやる銀座でひとつ面白いね寄ってるんかこんな感じですであとねあばら骨を取ります逆にこれも押していきますでここでちょっと離れるんでしょう持ち代を作るんですねであとマスを引くだけですねで綺麗にワンキューになりますなんかニコニコ弱ってないかこれ花やです花の中入ってるって花の中入ってるって見てこれ結構電気来るんだマイクこういう感じですでねこれでね節になりますわねよく見るじゃないですか魚屋さんでこんな見ますでしょうねこれ血合いって言ってねこれ血合い好きな方もおりますけど嫌いな方もどうしよう、まあ、好みですねこれねなんか携帯になってないなってるけどはい、こんな感じですね4分の1カットできましたで今からね、わら焼きしますさっきの大阪のからだおるなおるなおるな手伝ってもらおうかな実際わらで焼いていきますわら塩で天然塩ですやっぱり塩を振ることによって美味しさがぎゅっと中にね凝縮して閉じ込める作用があります丸くまず皮の方です火が入りにくいから皮の方から絡んでいきますでこうやっている間にアシスタントのブランコとするそのマイクを取り上げてああよしあれ写真写しとるの手伝っていただきたいんですけどいいですか、はい、ここ持ってしっかりそんな感じです。でね、ちょっと思いよ、結構。そんな感じで重いです。重いですけど、我慢して。体験ですから。今から、罠に直接火をつけますね。もうちょっと洗いてもらっていいです。よく風でね、こう、火の粉が飛ぶとあれですから。はい、直火にかけて。直接火にかけて。はい、狙っていって、狙って打ちや。はい。そう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 。で、なんで罠使うかっていうとね。中華料理もそうなんですけど料理は火力がいいんですねで一気に高温に達するんですねこの藁っていうのでなので一番適してるっていうことで今でも土佐の国では藁焼きが有名ですねでまた、口に運んだ時にほのかにバルの香りがですね美味しく感じられるということですいいかなじゃあひっくり返すのでもうちょっとバックしてもらってちょっと休めって感じで海に落ちないでねで、ここで三面焼きますね。大阪どこ？岸和田。だんじり祭りやね。どうぞどうぞ。いらんことに。だんじり祭りやね。一回見に来たけど、すっごい広いらしいね。要は大阪千秋パルには毎年行くんですよ。千里中央。あの2階のメルシー広場そこでやる物産っていう毎年やってますので今年も11月の第2週の土日でございますのでぜひよろしくお願いします、はい、宣伝ばっかりしてますええですかお兄さん OK ですほんまかいな見てるかなと思うんですけど今全然目離してたような気がしていやいやいや、まあ、いいかな全て見てますほんまかないいもういいかな焼け状ちゃう待ってちょっと待ってしばしまってしばしまってだいたい焼けちゃうと思うんですけどねでもう一回熱いよ気をつけてファイヤー入ってね昔大仁田敦があ誰やろお前してもうかわいいかわいいかわいいプリマドンナ大山舞ちゃんフルネームいいですか OK ですか大山舞ちゃんすいません。ちょっとですね、前暑いですから、気をつけて。
あ、違う違う、暑いなこれ、全く暑くない、暑いっちゃう、はい、あ、違う違う、油があるから、はい、ほらほら、こんなびちょびちょだったやんか、はい、はい、じゃあ大阪の彼女からまず実食してもらいたいんですけど、ちょっと、刺身に来ます。今日は本当にあの遠くからね、たくさんの方に来ていただきます。私のあのワンマンション見にありがとうございます。あのね、こんなの私やってるんですけど、今年で17年あのカツオのたたきの実演をやってまして、もうそろそろ引退したいです。でも誰も後継者がいない。喋られへんっていう。喋れっちゅう。何でもいいから喋れっちゅって。もう切るだけです。だから大体1センチぐらいですね。包丁長いですから、元から先っぽまでね、こんだけ長いから1回に引くと切れますよね、必ずね。押すと切れないです。ノコギリじゃないです。引くと切れるように包丁取ります。こんな感じですね。油乗ってますね。ジュージュー言ってましたもんね。あの関東なんかは引き切りって言って手前から引いていきますね。で盛り付けていきますけど、関西から四国は逆に自分の体が逃げていくように切って倒して並べるって言われてますね。その方が効率がいいですね。まあ、板さんの知恵です。こういうふうに、まあ、サーチって丸いでしょ。だから丸く円形に持っていくと綺麗ですね。同じようにこれちょっと火入ってしまった。若干焼き手の谷岡選手ちょっと火失敗してるよ、ね、火はね5ミリぐらいで入るのが一番ベストの食べ方です。こういうにしてカツオの平べったいところに出しますけどって、この仕草を見てカツオのたたきって言うようになったんです。土佐料理研究家の宮川逸夫先生はそのように書物に書いております。大阪の一番手、味を見てなんか一言大きくメッセージをお願いします。ピンポンピンポンなんか言ってますよね。なんいいですか。なんか誰か来たのかなと思ったんですけど、大丈夫ですか。はい、どうぞ。実食で自分で焼いたカツオさんどうでしょうか。一言お願いします。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。スープなっちゅうね。ありがとうございます。本当にありがとうございました。今日はお疲れ様でした。皆さんどうぞ。あの